明るすぎて誰かわからない。口ばっかり光る。こんにちは、アズムンジャーでーす。今日はエレクトリカルライドウォッチスイング01で遊びます。こちらは仮面ライダージオウのガシャポンの光るスイングの第1弾で、1回300円で全部で5種類です。なんかエレクトリカルっていうと、なんかディズニーランドのエレクトリカルパレードみたいですよね。ラインナップはこんな感じで、ジオウ、フォーゼ、ファイズ、オーズ、ゲンムです。このラインナップだったらまだデラックスが出ていないゲンムとオーズが欲しいです。特にゲンムはキャンペーン限定になっているので、なんかクローズの時みたいにすぐなくなれそうですよね。怖いですよね。で、オーズの方はタイムマジーンについてるので、これちょっと値段が高いですよね。だからこれ買うの難しいですよね。全部揃えたかったんですけど、こんな感じになりました。ジオウが2つ、ファイズ1つ、フォーゼ1つ、オーズ2つです。今回ですね、ちょっとカプセルが青で色が濃いめなので、いまいち何が入ってるか外からだと分かりづらいんですね。で、唯一分かるのは多分オーズですね。オーズは黄色いので割と目立ちます。でもそれ以外はちょっと分かりづらいですね。このフォーゼが半分白で、ジオウも、半分ちょっと白っぽいですからね。でもこのフォーゼも分かりやすいっちゃ分かりやすいですかね。もちろんですね、最初は全部揃うまで回そうと思ったんですけど、横から見た時ですね、この黄色いオーズばっかり見えたので、ちょっと諦めてしまいましたね。で、この回す時の隙間ですね、次の次ぐらいに何が出るか、この上のちょっとだけ出ても全然分かんないですからね。ちょっと怖くてもう諦めました。代わりにですね、このジオウとかですね、これの白いところですね、それをガンダムマーカーエアブラシでメタリックパープルで塗装すればいけるかなと思ったんで、もうそれにします。あとはですね、去年のビルドの光るスイングですね、あれでなんかめちゃめちゃダブったんで、なんかちょっとそれもあってちょっと今回断念してしまいましたね。しかも今回300円ですからね。あれ確か200円でしたもんね。今回はですね、レアとか書いてないんで均一アソートのはずなんですけど、ちょっと多分ゲームは少なそうな感じがしました。そしたら順番通りジオウから開けます。こんな風に入って、シールは別ですね。自分で貼るタイプですね。これちょっと開けます。LED が丸見えですね。これが回せないですね。で、でも、これはスイッチってことですよね。だから、これを。赤？目の色が赤いからってことかな？ちなみにですね、最近ですね、部屋の蛍光灯がですね、どんどん暗くなってきて、でもちょっと天井が高くて取り替えられるのがちょっと難しいので、電気スタンド買ったんですね。電気スタンドをちょっと消してみますね。消して、で、これ。めっちゃ綺麗。綺麗ですね、これ赤。電気も消しました。結構いいと思います。それじゃあシール貼りますね。あれ？これ、なんか変だな、これ。下に合わせると上が上がる。なんで？なんかこれちょっとここのとこに隙間ができちゃってます。ちょっとシール、これ設計ミスじゃないかなと思うんですけど、ちょっとシールが長すぎる気がしますけど、一応光らせるとこんな感じで、ちょっと目よりも口が光っちゃってますね、これ。暗いとこでやりますね。ちなみにこれ電池交換のとこしかネジがないので、また接着されていて開けないですね、これ。ちょっと塗装するとき難しそうだな、これ。ちっちゃいボタン電池が2つ入ってます。
分解は不可能っぽいですね。これ相当分解するの難しいタイプですね。ちなみにデラックスと並べるとこんな感じで、今回のガシャポンの光るやつの方がちょっとちっちゃめです。で、押すと、これちょっと紫とかピンク寄りで、こっち、あ、完全に赤ですよね。ライドウォッチで戦う時計のライダーは、ジオーだ。で、残念ながらですね、この認識ピンのプレートついてないんで、デラックスのドライバーにセットすることはできないですね。あ、これだけちょっとここにつけてくれてもよかったですよね。ちなみにですね、ライドギアコレクション01の200円のガシャポンと比べるとこんな感じ。こっちは今回のスイング光る方で、こっちは200円のあのやつなの。こっちはあの200円の方はここ回せたんですよね。ちゃんとここのシールもあって、で押せると。あ、ただ光らないし音も出ないって感じなんですよね。こっちは回んないですね。回んない。でも光る。音は出ないけど光る。そしたら次はフォーゼです。こんな感じで入ってます。よいしょ、いきます。あれ、あ、そう、びっくりした。あー、オレンジですね。あ、なんかこれ綺麗。暗いとこ行きます。おー、あ、これいいですよね。シール貼りました。やっぱちょっと上がはみ出るんですね。で、光らせると、おお、これは全体が光りますね。これさっき口だけだったんです。両方いきますね。これ、はい、これはフォーゼの勝ちですね。これ全体が綺麗に光ります。次はファイズです。こんな感じで入ってました。これ何色かな。あ、これも黄色ですね。貼りました。いきますね。あ、これもちょっと口が光り気味ですね。これファイズは目が黄色だから、このライトも黄色ってことですけど、ちょっと口が光り気味ですね。これはジオーと同じタイプです。口ばっかり光る。フォーゼと同じ色かな。同じですよね。違うように見えますけど、多分同じだと思います。そしたらオーズです。緑と黄色で、センシート取っていきます。何色かな。おお、これなんかめちゃ明るいぞこれ。え、え、白？ちょっと暗くしました。いきます。これ白いのがこの中の緑で、緑っぽくなってるのか、もしくはもともと緑なのか、ちょっとわからないです。どういうこと？ですね、なんかこの粘着テープのとこじゃなくて、上のフィルムだけ取れたみたいで、なんかくっつかないんですけど、もう一個のやつでいきますね。ちょっと今度は切れてないんですけど、これもちょっとマジでオーズ不良品が、ちょっと、あ、あったあったあった、出てきた。え、あ、くつくつくつ、なんとか貼れました。で、いきます。緑ですね、これ。あ、そうですね、そもそもオーズの目が緑だから緑ですね。白が反射して緑になってるとかじゃなくて、多分もともと緑です。これ、口が光りすぎな。これ一番明るいですよね、これ。口光る。誰かわかんないでしょ、これ。ちなみにこのシールですね、裏から見ると、こういう風になってるので、一応、目だけ光らせようという努力はあったんですよね。ただちょっと LED が明るすぎて、全部光ってしまう。こんな感じになっちゃってるんですね。ジオと並べると、こんな感じです。光りすぎですね、オーズは。ちょっとオーズもこれいっぱい入ってるし、光りすぎだし、シールなんか変だし、ちょっと不良品が多いですね。これ自分はオーズ一番好きなんですが、ちょっと残念です。
そしたらですね、もう一個の需要でゲームを作ります。これここを紫するだけでいいから簡単そうなんですけど、これは取れないから絶対接着されてるんですよね、これ。マスキングしました。これここはですね、一周すればいいだけだったんで割と簡単です。じゃあ行きますね。ああ、そうだ、ここも危なかったです。ここをマスキングしてなかったですね。ここ塗装したらもう光らなくなってる意味ないですもんね。じゃあ行きますね。おお、結構綺麗。あれ、ちょっとインクがちょっとエアーが弱かったみたいです。なんとか塗装できたんで乾かします。テレビくんのやつを 115% で拡大コピーしました。じゃあこれちょっと剥がしますね。これちょっと明るいんですよね。もしかしたら黒一回塗装してその上にメタリックパープルを塗ればよかったかもしれないですけど、あ、でもこれ隠蔽力高いからあんま変わんないかもしれないね。苦労しなくても。よいしょ。で、あららららら。お、ぴったりです。じゃあ、ちょっと光らせますね。あれ？なんかこれちょうどいいんじゃないですかね、これ。赤。ゲームってまあ目がちょっと赤っぽいんで、これでいいんじゃないかなと思います。お、思いのほかいいですね。これもうちょっと濃かったらよかったんですよね。多分ガシャポンのローグのこの色、これが多分ゲームと大体同じ色なんじゃないかなと思います。これだったら完璧だったですね。まあ組み合わせたらゲームになりそうですね。ちょっとジオウと比較してみますね。うん、いい感じだと思います。全部並べるとこんな感じです。というわけでエレクトリカルライドウォッチスイング01で遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。